石橋聖川は日本の女優、ダンサー、東京都出身、プラージュ所属。父は俳優の石橋良、母は女優の原田美恵子、姉はシンガーソングライターの優は、姉の上に兄もいる。俳優の石橋良と原田美恵子の間に次女として生まれる。4歳より、 クラシックバレエをはじめ、15歳で、ボストン、カルガリーのバレエスクールに留学後、2013年に帰国し、コンテンポラリーダンサーとして活動する。これらの体験からバレエ志望であり、両親の仕事を見て、簡単な世界ではないと女優を夢見てはいなかったが、アメリカ・カナダへのバレエ留学中に、演劇の面白さに衝撃を受ける。コンテンポラリーダンサーとして活動しつつ、 もっといろんな人、いろんな面白いことに出会いたいと考えていたときに、芝居をやってみてはと事務所から声をかけられて、2015年、はじめより女優としての活動を開始し、同年9月上演のロゴ、銀河鉄道の夜2015でデビュー。翌2016年には、野田秀樹演出の舞台、激輪に出演する。2017年公開の、映画夜空はいつでも最高密度の青色だにて、 池松壮介と W 主演で初主演を果たし多くの新人賞を受賞。特にブルーリボン賞新人賞は1976年に母親の原田美恵子も受賞しており、史上初の親子受賞となった。2018年3月に NHK 総合で放送の NHK 福岡放送局制作の地域発ドラマ有名ドリームでテレビドラマに初出演し、 シーナザ・ロケッツのシーナ役を演じて、福山正代と共に、ダブル主演。同年度前期の NHK 連続テレビ小説、半分、青い。で、朝ドラにも初出演し、佐藤健演じるヒロインの幼馴染、萩尾忠の嫁、より子役を演じて、注目を集める。特技は、英会話とダンス、趣味はギター。映画、美しい人さば。では、劇中で、 コンテンポラリーダンスを披露している。姉のユーカワはシンガーソングライターで2017年にユニクロの CM で共演している。ありがとうございます。